なんなのこれ。これがベブズの力なのか。ん？この魔法陣やっぱりな。え、シド、何かわかったの？ずっと昔、ばあさんから聞いたことがある。この島は世界の中心なんだ。世界の中心？でもシド、地球はボールみたいに丸いんだろ？だから中心なんてどこにもないはず。例えば、リンゴについて考えてみろ。リンゴには必ず木とつながっている接点がある。つまりリンゴのヘタの部分だ。この島はそれと同じ役割を担っているらしいんだ。え？どういう意味？つまり別の世界とつながる接点って意味だ。おそらくその世界が奴の言う闇の世界ってことだろうな。さあ急ごう。奴の計画を食い止めなければ。入れないのかな、シドは。苦しんでる。ぐわっ！大丈夫？くそ、どうすりゃいいんだ。私は入れる。チョメ、やはりお前が全ての鍵を握ってるみたいだな。チョメ、大魔王デブズを倒せるのはお前だけだ。頑張ってチョメ、私たちも全力で応援するわ。入っちゃった。みんなに話しかけていきたかった。ちょっと戻っていいです？みんなに話しかけていく。最後こうしている間にもイルマは、ああどうしたらいいの、ごめん。みんなの話聞きたくて戻ってきちゃったけど、チョメ、お前ならこの魔法陣の中に入れるのかもしれない。いや、もう入っちゃったけどね。ベブズの影響を受けているのは今はまだこの場所だけだ。でもおそらくこの被害は島中に広がっていく、そんな気がしてならないんだ。あの、師匠にも話しかけたいんだけど一応。あー、ごめんなさい、もう大丈夫です。ポップアップデュエルまたやるのかな。じゃあ先に進んでいきます。最終回だからね、もう一生に一回しか見れない動画かもしれない。あ、本があるよ。もうチョメ、ボルグが来た。俺も協力させてもらう。さあ行くぞ。恐れることはない、チョメ、よく聞け。俺たちチョコボは古くから神の使いと呼ばれてきた。その意味がわかるか？俺たちの翼、空を飛ぶことができないこの翼は一体何のためにあるのか、お前は考えたことがあるか？誰かが言っていた、チョコボの翼は退化して飛べなくなったと。でもそれは違う、俺たちの翼は進化したんだ。地上と闇の世界、この二つの世界を飛び越えるために。さあついてこいチョメ、お前にできるはずだ。一緒に協力して戦う感じ、すごい入り方してるけど。4つのクリスタル。プロローグ。ずっと昔、この宇宙はただ闇だけが広がる暗黒の世界でした。そこに創造主が現れ、4つのクリスタルを作りました。黄色いクリスタルはまばゆい光を放ち、闇の世界を明るく照らし始めました。緑のクリスタルは何もない宇宙に星を作り出し、この世界に広大な大地が生まれました。青いクリスタルは豊かな水の恵みを与え、やがて星々には命があふれ出しました。そして赤いクリスタルは火の温かさを持ち、これによって命は高度に進化していきました。しかしこの様子を快く思っていないものがありました。宇宙の支配者である闇の王です。闇の王はこれに対抗するため5つ目の力であるブラッククリスタルを作りました。これによって光は影を生み出すようになりました。大地のほとんどは生き物が住めない荒れ地となりました。水は荒れ狂う死の力を持つようになりました。火は全てを焼き尽くす破壊の力を持つようになりました。ブラッククリスタルは全ての生き物たちの心の中に救う闇のパワーを吸収して、その輝きを増していきます。怒り、憎しみ、不安、恐怖、この地上が闇のパワーに染まるとき、クリスタルの調和が乱れ、ブラッククリスタルの力が世界を支配します。光は闇に吸い込まれ、大地は崩れ落ちて灰となり、水は毒と化し、すべての命は恐怖なる炎に焼かれて灰となる。やがて世界はかつての姿に戻ることでしょう。ただ闇だけがすべてを支配する暗黒の世界に続く。ちょっと読み方間違えてたらごめん。おおお、これはあれじゃん、 FF5 のギルガメッシュのブリッジの音楽じゃないか。かっこいい、すごく聞こえます。皆さん、何が始まるのこれ。2人でカードのバトルするのかな。なんか出てきた。クー、なんて邪悪なパワーなんだ。こいつが大魔王ベブズの正体なのか。だが恐れるな、お
前と俺が力を合わせればどんな敵であろうと必ず打ち払うことができる。え、なにこれ、どうやって戦うの？ルールが分かんない。みんな西ロハート、ライフは10あるんだけど。え、あ、ちょっともう動かせるよ。え、ちょっと待って。ちょっと待って、みんなルールが分かんないんだけど、どうやって戦うのこれ。上に行けない。これ何、シュッてやる感じ。え、あ、なるほど、分かりました皆さん。この赤いクリスタルは弾いていくんだね。一回でやったらこんな感じなんか、あー、後ろに行ったらなっちゃうってことか。ほんとルールぐらい教えてくれ。言っちゃったんだけど、チュートリアルが全然分かんなかった。で、この本入る前にルールとか分かんのかな。あ、相手は手みたいな感じかな。なるほどな、ピンボールね、これ。あー、なっちゃった、痛すぎる。初見プレイだからな。で、なんだこの左の、なんでチョコモンの溜まってるやつ、ほら何もしなかったらさ、青いゲージが溜まっていくんだよ。当てていったら溜まっていく感じかな。スピードが出てくる感じ、ほら。で、ボルグ溜まったよ、赤。はい、敵に当たった。ヒロ、クリスタルにアタックすれば向こうに弾き飛ばすことができるぞ。おそらく奴の弱点は目だ。目を重点的に狙うんだ。真ん中ってことね。このライフのやつは分からん。次緑か。順番にやっていく感じね。溜まるまで待っとっていいな。ここでいいんじゃない？私守るわ。オボルグ、攻めろ。一人で。私がここで守る。これでいいと思うんだけど。絶対勝てる、ほら。守る。これ、攻略方法です、皆さん。私分かりました。攻撃してくれるかな、ちゃんと。ずっと私が打たないといけないみたいな感じ。でもこれ守りは完璧だと思う。ほら、当たった。ね、これでいこう。ちょっと時間かかっちゃうかもしれないけど。なんか今食らわなかった？大丈夫かな？オーケーオーケー、当たってる当たってる。で、なんていうんだ、ゲージ溜まるよ、また。ほら、赤とか。ね、ボルグと私。どうなんだろう。無理だな。これ難しいぞ。音楽だけかっこいいけど、オーケーオーケー、当たってる。はい。いけ、攻めるか、頭に。攻めたら下がダメ。これ私とゴルフでこの下2つ固めとってもいいんじゃないかな。攻めるか、一応。はい、2人でやったら、ほら、光るんだよね、こうやって。あ、でもまた溜まってる、下、ゲージが。ルールが分かった。ちょっとお前何やってんだよ。一気に溜まったぞ。オッケーオッケー、倒してる、倒してる。自滅してる。感じないか、クリスタルに触れるたびに。体に力が溢れてくるの。そうなんですよね、右と左にゲージが溜まってたよね。そうか、分かったぞ。力を込めて俺と同時にクリスタルにアタックするの。あ、なんかね、パワーが出てた。こうやってちょっとずつ教えてくれる感じか。さあ、俺に向かって思いっきり使ってこい、行くぞ。 いいね、こうやってちょっとずつ教えてくれるっていうか。あ、こんな感じか、いけ。だってね、まだ溜まってないからか。パワーを貯めよう、まずはな。2人でパワーを貯めて最後ボルグに当たってなんかやるんだろうな。いけいけ、まずパワーを貯める。最後ボルグに当たればいいね。お、溜まった溜まった、いけ。違う、いけ。これじゃない。当たった。こんな感じか、ね、真正面に行った、まあ、単純だけど難しいぞこのゲーム。これまだやね。あー、溜まった溜まった。勢いみたいな感じ。ちょっとね、慣れるまで難しいぞ。 これでしょ。いけいけ。下に行ったらダメ。当たる。オッケーオッケーオッケー。いけ。お、なるほど、これか。あ、こういう感じ、分かってきた。オッケー、いけいけいけ。多分上に行かないとね。ほらほら見て、全部手とか貫通するんだよ、これ。うまくやったら上から来てるときか。あ、守りもないんだから、あと2回やるんだな。でもこんな感じか。 いけー、後ろに行っちゃった。こんな感じです。オッケー。実況に壊れた、下手だったら。上手い人だったらいいんだけどさ、なかなかやるな。俺の動きにここまでついてこれたやつはお前が初めてだぞ。自信を持て、お前は最高のチョコだ。さあ、次はツインガードだ。やつの必殺アタックも2人の心を一つにすれば必ず守りきれ、最後の最後まで諦めるな。行くぞ。でも、ま、負けパターンもある。でもこれ最後のクリスタルだよね。ツインパターンって何。うわ、ちょっと私やっぱ下守っとかないといけないんじゃないね、ボルちゃん。ね、ボルちゃんどう、行った方がいい。私も OK、 当たってる当たってる、いけ。ダメ、あー。イルマかわいそうだよな、ずっと。いっ、あー、ずっと結構白熱するというやつ。でも私がここにいる限り絶対負けないと思うんだけど。 OK、 OK、 いったいった、今みたいな感じ。 OK、 いけ。下に来たらダメ、タイミングが大事だな。こんぐらいか、
ちょっと遅いな。うん、ちょっと遅い。食らってる。あと3と4ぐらいか。なんか当てればいいんだろ、これ。相手のライフも気になるよな。ちょっと危ない。まっすぐ行きたい。ダメだ。ボルちゃんが近づいてきてくれたらいいんだよ、こっちの方に。私が行かないといけないからきついんだって、さっきから。行けるか。下に行っちゃうからな。ちょっとタイミング悪いよな。私、こうやってぶつかればいいのか、下から。行け行け行け。ちょっと遅いか。こんぐらいか。ダメだ。まだ分かってない、全然。はい。慣れるまでめちゃめちゃ時間かかっちゃうな。初見だからな。こんぐらい。いい、下から行けばいい。オッケーオッケー。いや、みたいな感じ。こんぐらい、ちょっとダメ。ボールちゃんがちゃんと当たってくれたらいいんだよ。人のせいにするって。人のせいにしちゃダメだけど。ボールちゃんもちゃんと綺麗に取ってほしい。あ、ダメだ。でもなんとか防げとか言おうだけど、何を防ぐんだ？こんぐらい。いけるんじゃないこれ。いけ。あと何回当てればいい。パワー貯めないといけないのかな、これ。まだあんま溜まってないからな。オッケー。助けたか？いや、まだありそうだな。4つのクリスタルがパワーを吸い込んで やっつけてるのか。封じ込めるか、これで。どうなった？見てみる？4つのクリスタルによって生まれた生き物たちは常に闇に怯えながら暮らしていました。しかし創造主は生き物たちに可能性という鍵を与えていたのです。気の遠くなるほどの長い時間をかけて、あるものは大空を飛ぶ翼を手に入れ、あるものは天敵を倒す牙を手に入れ、あるものは誰よりも大きな体を手に入れ、すべての生き物が闇に戦うために様々な進化の可能性を探りながら命をつないでいきました。そして最後に生まれた2つの種族がありました。人間とチョコボってことかな。どうなんだろう、続きが気になる。鋭い爪も牙も硬い甲羅も持たぬ代わりに知恵という力を持つ種族、それが人間と言われました。飛べない翼を持ち、しかしその代わりにこの世界と闇の世界とを自由に批評する力を持つ種族、それがチョコボと呼ばれました。人間とチョコボ、この2つの種族が協力し合うことによって闇の王であるベブズを打ち払うことができる。これが40億年以上の歳月をかけて生き物たちが出した答えでした。そして今未来への扉は開かれたのです。はい、開かれた？批評になったってこと？あ、クリアしたかな、これで。全クリなのかな。めっちゃ楽しかったね、このゲーム。まだある？チョメ、大魔王ベブズを倒したのね。これでこの島は平和になったのね。ありがとう、クス。ありがとう、チョメ。いや、最後難しかったよ、実況とかも。チョメ、地は調和の地。これみんな違うのかな、つけた名前によって。チョメの活躍のおかげでこれからは調和の時代が始まるのよ。多分そうだろうな。あだったら愛の愛、あとかかもしれん。あ、イルマ。ふん、別にあなたたちに助けてもらわなくったって。私とボルグだけでなんとかなったわよ。たく余計なことを。ぷ、クスクス。ほんとツンデレだな。な、何笑ってるのよ。うんうん、元気になったみたいだしよかったなと思って。ボルグ、行くわよ。承知した。どこに行くの？あなたのいないところ。もう二度と会うこともないだろうから最後に言ってやるわ。ありがとう。ちっちゃかった。文字が。え？なんでもない。じゃあね。いや、いいね、こういう子。恥ずかしいんだろうな。あいつ最後まで素直じゃなかったな。確かに。いや、あれがあいつの素直なのさ。さあ帰りましょう。私たちのチョコボ牧場へ。みんなが待ってるわ。なんだこれ、なんか触れるんだけど、これもしかして丸っていうところを押せばなんかあるの感じ。
丸を探してやってみるか。だって全部ビービービーってなってる。ああ、やっぱ早い早い。ちょっと油断してた。ちょっと探せよ。これか。おお、何パーフェクトってこと。やったやった。最後の最後になんかゲームが待ってたぞ。いや、これちょっと早く行っちゃう。まだあるってことだよね。どこどこ、ああ、世のところか。ちょっと真剣にやろう。これも初見だからな。どこだろう。オッケー、真ん中1個。楽しい、この最後の最後まで遊び心を作ってくれるスクエニさん最高です。どこだ、これか。お、一個一個。よしき裏様。これ難しいぞ。ここは、これ適当にビビってやったらダメかな。これ横、あ、一個だけしかダメなのか。なるほどな。一個だ、あ、一個しかできなかった。プロローグのログ、おうおう、オッケー。後ろの絵とかも皆さんも見てください。私後で録画見直して後ろの背景とかも見る。オッケー、1個。こんなに文字が。O を探すゲームや。丸を探すゲーム。間違えてもなんとか、でっかい O 丸。あ、何かもらえるのかな。これで何もなかったら、何もなかったであるべきだ。私は何かあると思ってるからこれやってます。これと関係ないもんね。とりあえず O 丸をやればいいだけだよね。こうやってやって、これ録画一回見てから再度やり直してやるっていうのもいいな。次セーブってどこからなんだろう。またでもあのピンボールやらないといけないのか。ピンボール大変だったな。カードバトルはめちゃめちゃ面白かったけどね、最後は難しかったな。早い。これこう、まあ小文字とか横だな。大文字の O とかじゃなくて、からこんな感じに探していけばいいのか。あ、上だったな。名前は分かりやすくなってきたぞ。ね、だとりあえずでっかい文字はあまり見なくていい。でっかいのはおとかだから、おから始まる人、岡田とかそんな感じのやつだけ見ればいい。こんな感じで、明日か。いやープロジェクトのは絶対あるね。プロジェクトが出たらこうだ。ここを下から行く。私は大文字は捨てる。どんぐらい続くんだろう。 OK。 パーフェクト。パーフェクト出してくるのはありがたいね。これもなんかパーフェクト取れそう。サウンドとかもあるね。あー、チョコも師匠が出てきてくれてる。はい、これでやってサウンド OK。 慣れてきたぞみんな。目が慣れてきた本当に。どこだ。こうやってこれか。ゴーレムとかも出てきたよね後ろ。サハギンとかもあったな。あそこの迷路大変だった本当に。これ四四天王みたいな感じ、真ん中に現れたやつ。このバトルの音楽もすごく良かった。 OK、 1個ダイレクト。反射神経の勉強が王が分かりやすかったね今。なんか1個だけ単品でピーってきたから。さあ来るか。A が完璧に来た。ルームのルー。これで、まだあるか。この城入ってない私、後ろのやつ。これどうやって入るんだろう。ちょっと気になるこの家の中。なんかね、防がれてたんだよ。多分ミニゲームとかクリアしたら入れるようになる。これ、こんだけ文字があって右上で1個だけでした。あそこの家なのか、イルマの。なんか今入ってる感じじゃない?イルマの。この部屋の中あんまり見てないような気がする。サウンドは絶対ある。おう、OK、ギリギリ。これはプロジェクト。これはプロジェクトは絶対で、O が2つあって、3つ。このチョコたちも全員解放してないからな、私。ちょっと後ろの背景も見ながらやってる。全員救出とか、この後、クリアのやつ。あ、でも、なんて言うんだろう。これ終わったらなんかセーブしそうじゃない?だからなんかこれもできないかもしれないな。あと最後のピンボールのやつ、あれ騙されへんお店、これ9だからね。こうでやってで、ボルグとかも抜け出してきてから OK。 金の根とかなんか他にもミニゲームたくさんありますからね私。この後ちょっと何かやることあったら出そうかと思ってるけど、もしかしたらチョコボ2やるかもしれない。このゲームほんと面白い。あのカードバトルさ、みんなでやりたいよね。
こんな感じになるんだろうね。私コンピューターとやってるからだけど、みんなでやったらまたなんか戦略がいろいろあってから、盾とかさ、こうとかあってから面白いと思うけど、これスマホ版でも出したらいいんじゃないかな。でも昔なんかオンラインでちょっとできる時期があったんですけどね、私あの時知らなかったんだよね、このチョコボのゲーム。あの時やりたかったな、他の人とみんなで対戦。知ってる人が少なかったんだろうな。今の時期だったら結構かなり流行ると思うよ、このゲーム。ただ選んだりとかするのが難しいかもしれない、スイッチ版だったり。あ、でも選べばいいだけか。これか。私が最後喋ってこうやって押してるだけですけどね。OK。これ見て、このチョコの隊列、これ初めて見たぞ。どこのシーンだこれ、気になる。このこんなにいたんだ、数あまりいなかったけど私の時にはな。王だって、王やって、あー右上ダメな。あー学校も再開したみたいだね、上。よかったよかった。ここの学校先生もいる。こうやってやって、あインフォメーション、いいね。サウンドのやつやつだ。ああ、ダメだった。で、プロジェクトの上だけ見とけばよかったから。これ、名前から見てるからな、私。間に合わなかった。あ、シロがメガネかけてる。かわいい。あの、時計がなんか、クマの耳のやつかと思った。これはステーションか。セクションね。これ、英語が得意な人って、すぐできるのかな。私英語が全然わかんないから。あ、お腹いっぱい食べてる。でも日本語であだけ打てとか言われても難しいから、それはそれで難しいのかな。 4G、 あ、わかんない。こうやってやって、あ、右上公園でも遊んでる。公園もあったんだよね。はい、なんかいいよこれ、気持ちいい。ピーピーピーってやって、かまっ、このドラゴンのところとかもあってな。いや、近い近い近い。なんか密集してる。絶対これ無理だ。これパーフェクトできる人ってすごいよな。そろそろなんか終わりとだけ混ざるけど。あ、カバンか。カバンくる、全部集めてない、まだ。全部見つけたらどうなるんだろう。どこにいるんだろう、カバンくる。クリア後かな。ちょっとこの後攻略見てみます。私、全クリするまでは絶対攻略とか見ないようにしてたから。自力で頑張りました。でも攻略とか見なくてもこのゲーム普通にクリアできると思います。なんか一本道なんで、あといろいろ絵本クリアしてから解放されたんでね、クリア後にちょっといろいろ見たいからな、どんな感じなのかっていうと、それでなんか実況できるところはしよう。え、どこある、あ、真ん中あったな。OK、 この一枚一枚の写真もいいですよね。スペシャルサンクス、これないよね、多分。ない時もあるよね。これは1個か。本釣れてる。うわ、今度長くなったな。これか。これやって、これやって、これやって、こうやってやって。あー、チョコは寝てる。チョコものさ、この、寝てみたいな、私も枕。めっちゃ気持ちよさそう、ほら。シロが寝てる、羨ましいんだけど。でもチョコボの人気もいつか来そうな気もしますよね、なんだかんだ。あ、チョコボブーム来そうな気がするんだけど。あ、飛空艇だ、シロの。こうやってやって、取れた。これさ、なんか後半からさ、この王を見つけてタッチするゲームになってる。気づいたけど、エンディング丸をタッチするゲームです。あと探して反射神経勝負です。あとこの中で王を見つけてどんどん入力していきましょうみたいな。おお、机にプロジェクト下あるないよね、絶対。おお、あ、一番右下、違う違う、スケアエニックス様のゲームでございます。フィニッシュ、ハイスコア0ポイント、ほらなんかあったじゃん、やっぱり。左下440、あ、なんかカードもらえる。ポップアップデュエルカード、レベル40、ユニコーンもらえた。ほら、やっぱり何かあってましたよ。やった、2つもらえた。頑張ってよかったよ。最後、皆さんも頑張りましょう、これ。あ、エンディング終わって。いつもの風景みたいな感じか。こうしてチョメの大活躍によって、この
島に再び平和が訪れたとした。めでたしめでたし。はい、今日のお話はこれでおしまい。おーい、おーい。あの声は、クルマね。おーい、シロマ、チョコボ牧場のみんな。見てくれ、珍しい絵本を見つけたんだ。やめてくれ。これループしてるぞ、これ。強くてニューゲームみたいなんじゃない？なんか戻ってるもんな、最初に。ダメダメダメ。いて、おい、ちょめ、何するんだよ、返せってば。そうなっちゃうよね。うぎゃ。クス、クロマって相変わらずよね。おしまい。ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。